見知らぬ女あるいは忘れぬ女はロシアの画家イワンクラムスコイの作品。モデルは定かではないが、そこに描かれた女性は静かな佇まいとまっすぐな瞳を備えている。今やロシアで最も有名な作品の一つであるが、発表当時は高慢で不死だらな女性を描いたものだとして多くの批判を浴びており、 今日の評価は一へに人々の芸術感が変化したことによるものである。フレデリック・アンドレセンは、この女性がトルストイの小説、アンナ・カレーニナの女主人公に触発されたものである、可能性を指摘している。同書が出版されたのは、見知らぬ女が描かれる10年ほど前であり、実際にこの絵をカバーに撮った版がいくつか存在する。トレチャコフ美術館に展示されているものの他に、 やはり1883年のものとされる初期のバージョンがキールのアートセンターに収められている。見知らぬ女は絵画の歴史における肖像画の所要式を混ぜ合わせて描かれている。雪景色を背負った若い女性は誇らしげであり、高慢そうに見える。目鼻立ちは整っているが、絶世の美女というわけではない。その人となりは彼女の印象的な唇、物うげな目 濃いまつげといった表現によってあらわになっている。まとっているのは、流行りの黒い毛皮のコートと、帽子、薄い革手袋であり、サンクトペテルブルクのアニチコフ橋に馬車を止めている。彼女が一体何者であるのかは、美術師へたちも、クラムスコイは第二、見知らぬ女とだけつけ、手紙や日記などで、モデルについて言及することはしなかった。それが、人々の好奇心をくすぐり、 この絵画にほとんど不可解なほどの高い評価を与えているのである。クラムスコイがこの絵を描いたのは晩年になってからである。彼の仕事は初めから美術界の暴流におけるいわば反抗的なものであり、ロシアの美術アカデミーから追放されるまでに時間はかからなかった。しかし1883年頃にはその名がよく知られるようになり、アレクサンドル賛成と言った。 最高のパトロンの下で、その肖像画を描くまでになっている。そしてまたクラムスコイは移動派の創設者であり、指導者という顔も持っていた。しかし、見知らぬ女が初めて発表された時のセンセーショナルな評判は、作品の神秘的な側面によるものというより、そこに描き込まれた主題と関わっていた。この、見知らぬ女は勝負であると決めつけられ、無数の批判を浴びた。 馬車に乗ったコケットの絵だという表者がいれば、全身をビロードと毛皮で包み、カビが馬車の上から霊障的で、訴えかけるような眼差しをこちらに向ける、挑発的なまでに美しい女。路上で売りさばいた低層の大化を装いとして、身にまとう癒しい女を野放しにするような大都市の、残り数ではないか、とまで言う者も,もいた。クラムスコイ自身は、こう言っている。 一体どんな女性なのかわからないという人もいます。つつましやかなのか、それとも自分を売り物にしているのか。しかし彼女のうちにはあらゆるものがある。パーベルトレチャコフでさえ、はじめはこの作品を自身のコレクションに加えることを拒んでいたが、見知らぬ女の人気はすぐに不動のものとなっていった。クラムスコイに続く若きアーティストたちの間で、美しき罪というテーマが、 一般的なものとなったことも、その理由の一つに挙げられる。ただならぬ輝きを放ち、濃密に塗り込められていながら、柔らかさがある。クラムスコイが、その卓越した色彩感覚を存分に振るおうとしていることは、明らかだ。2008年、グッケンハイム美術館のキュレーター、バレリー・ヒリングスは、こう証言している。実際、あんなカレーに名のような女として見る人間は多い。 彼女はそういった類の特別な感情を抱かせる特別なロシア人女性なのです。ありがとうございます。